X-Window System Graphics Stack Open Look とは、UNIX ワークステーション用、グラフィカルユーザーインターフェース仕様である。Open Look はもともと、3マイクロシステムズと AT&T コーポレーションにより1980年代後半に定義された。Open Look は、UNIX の GUI 規格がほとんど存在しない、時代に作成された。 ユニックスのグラフィカル表示のデファクトスタンダードとして、X ウィンドウシステムが浮上していたが、X ウィンドウシステムの設計者は、ルックフィールのガイドラインを一切指定せず、それをアプリケーションや、ウィンドウマネージャーの開発者任せとした。また、同時期である1984年初頭に、Apple のマッキントッシュがリリースされ、続く1985年に、 マイクロソフト i n d o w s 1.0やアミーガワークベンチがリリースされるなどユニックス以外のオペレーティングシステムで GUI の利用が増えていた。後の SVR4 となるユニックスの時期メジャーリビジョンを AT&T が計画していた当時はユニックスが他のオペレーティングシステムとの競争力を保つためには標準となる GUI 仕様が必要だと多くの人が信じていた。 当時のもう一つの懸案事項としては、私的財産権を囲い込むための法的な暴露があった。1988年3月、アップルはマイクロソフトがマッキントッシュのルックフィールをコピーしたことを非難し、マイクロソフトに対して訴訟を起こした。オープンルックの仕様は、SVR4 の開発におけるパートナー同士で、あったさんと AT&T との共同制作である。 さらにゼロックスのパロアルト研究所も GUI 業界における先駆的な作業を行っただけでなくオープンルックの設計、レビュー、実装、テスト、そして改良にも貢献したことによりクレジットされた。ゼロックスをそのライセンス技術も含んで巻き込んだのは将来のあらゆる法的なもつれからの保護に役立つからと思われた。オープンルックの使用は1988年4月に 公表されたが、その翌月には AT&T 及び3と競合する他社グループは対抗のためオープンソフトウェアファンデーションを組織した。オセフはオープンルックに代わるものとしてモチーフ GUI を作成した。オルベワムを起動中のデスクトップ、ザ・タームズ、オクロック、バーチャルデスクトップマネージャー、そしてウィンドウメニューが見えるオープンルックはオブラウンドなボタン。 プルダウンな右寄せメニューを指し示す三角グリフ、そしてユーザーがダイアログボックスとパレットを表示したままにすることを可能とするパッシュペンズを特徴とする。全体的な哲学はスッキリしていて単純で混乱することのないインターフェースとすることであったため、ユーザーをインターフェースではなくアプリケーションへと集中させた。このため、元々のオープンリュックのデザインは 白黒のみであったが、後に、モチーフの 3D スタイル効果に対抗するため、シェーディングによる3次元、ルックフィールが追加された。オープンルックは、仕様の実装ではなく、ルックフィールの定義である。このため、様々なプログラミングツールキットを利用して、さらに様々なウィンドウシステムを基盤として、オープンルックを実装できる。オープンルックの実装は、 X-Window システム用と3のヌズ用の両方が作成された。3は OpenWindows と呼ばれる OpenLook Look&Feel を実装した X-Window システムディストリビューションを開発した。OpenLook アプリケーションをビルドする開発者はグラフィカルプログラミングライブラリーとして OpenLook IntrinsX Toolkit とザベの2つの中から1つを選択できた。アレットは X と 共通な XT ツールキット上にビルドされたが、ザベは3による初期の3部ウィンドウシステム用 GUI ライブラリーと同じプログラミングインターフェースパラダイムを利用したため、開発者はアプリケーションを3ベから X へと比較的容易に移行できた。ザヌズツールキットというツールキットも存在したが、これは名前が示唆するようにヌズアプリケーション用オープンルックを実装するためのものである。 ヌズアプリケーションのサポートは1993年にオパンウィンドウスから削除された。1990年ユニックスシステムズラボラトリーズが AT&T からユニックスと共にアレットを相続した。アレット開発の方向性がサンとアセルトでは異なっていたため相続後まもなくアレットのコードベースは分離された。サンはアレットのルックフィールをザビに さらに近づけるよう強化し続けた。アセルは取って付けた名前であるムーリットを開発し、アプリケーションを GUI 非存にするための API 作成を試みていた。ムーリットはアレットの API を維持しながら、ユーザーが実行時に好みの GUI を選択できるようにした。ムーリットのソースは MJM ソフトウェアによりライセンスされており、MJM ソフトウェアはムーリットを 他のユニックスプラットフォームへと移植した。AT&T とルーセントテクノロジーは既存のオープンルックアプリケーションをモチーフのルックフィールにしたかったため、ムーリットは数年にわたり AT&T とルーセントテクノロジーがほぼ占有して利用していたが、それ以外に広く使われることはなかった。モチーフ Window ネージャー e r Common d e s イ t o p e n 1993年6月。 AT&T やンなどの主なユニックスプレイヤーたちはマイクロソフトとの競争力をより高めるためには真の統一ユニックスが必要であると決断し新たな取り組みとしてコモンオープンソフトウェアエンバイロメントを作り上げたコスにより統一されたデスクトップはコモンデスクトップエンバイロメントとなり CDE のルックフィールはモチーフベースとされたンは モチーフの速やかな提供とオパンウ w i n d o w s からの撤退を行うつもりであることを公表した。オパンウ w i n d o w s は3により作られたオープンルックルックフィールの最も普及した実装であった。サンは1995年に CDE がリリースされるまでモチーフ開発者ツールキットと m w m ウィンドウマネージャーをソラリスで使用するためのスタンドアローン製品として 提供することから開始した。1997年まではオパンウィンドウスがソラリスの主要なデスクトップ環境であったが、ソラリス2.6から CDE が主要なデスクトップとなった。それ以降も依然としてオパンウィンドウスはソラリスに含まれたままで CDE の代替として利用することができた。2002年にソラリス9がリリースされてから、ようやくザベと アレットベースの開発サポートが削除され、同様にアルフォアムウィンドウマネージャーとデスコーセットプロダクティビティツールのオープンルックバージョンも削除された。ソラリス9よび10ではザベア,アレットを利用して開発された既存のアプリケーションの実行や表示が行えたが、ソラリス11からネイティブアプリケーションとしてサポートされなくなった。現在でもオープンルックソフトウェアの開発を続けている。 プロジェクトが少なくとも2つ存在する。オーウェコンプはオープンルックアプリケーションをコンパイルしたり、オープンルックデスコーセットツールの利用を未だに可能とする。オパンレオックはオープンソースとしてリリースされたオパンウィンドウスのコードをベースとしているが、サンがオープンソースにしていないコンポーネントも追加している。ありがとうございます。